はい、皆さんこんにちは、あちでございます。88じゃないね、太鼓さんやっていきたいと思います。晴れちゃったので、縄文ばっか言っときましょうか。これちょっとダメな気がしますね。ノブリン撤退するんじゃないのかな。早いだね。早いじゃなかったっけ、あれ読み方、なんだっけ、早子だ早いって言うんじゃん。こっち士気が低いからね、落とせないな。でも三段打ちかな。いや、火攻め三段打ち、どっちがいいだろう。100発100中独自の射撃力で、野生の時、野戦ね、射程と攻撃力を強化し、またか、雨雪の時でも射撃できるようになる。すごい。攻城戦の時攻撃可能な備えが5連続で攻撃する。はあ、なにこれ、5連続で攻撃する。はあ、あ、ほうほう、物ども狙いを定めよう。ほう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 、ああ、なみんなが撃ってくれるのかなと思ったら違うんだね。これで早碁、あ、そうか、縄文撃てるんだ。どうだったんだろう後ろに下げてあげた方がいいの。お、闇討ち、四角を放ち、ほう、おー、ほう、この人は、お、か、あ、春日部さん、お、おのれーと、おー、ほうほー、これはあれだね、大筒は下げた方がいいね。大筒下げちゃおうか。あ、今のは鹿之助さんだっけ。おいだら、なんかね、ここ落としたくなくなってきちゃった。こんだけフラフラだったら、で、まあ早碁、厳しい。そうだね、100発100中3段打ちよりも強いんだね、これね。おい、5回打つんだもんね、すごいね。で、あなたはね、移動しちゃおう、ノブリンの横ね、移動しちゃって闇討ちまだできんのね次誰闇打とうかなそれか、この人闇打てんの。あ、無理だわ。元近さん、これ、あ、元近さんだね。よいしょ、どうしちゃおうかな。思ったより、射撃、射撃得意じゃないもんね、鉄砲ね。全然減んなかったと思う。はい、で、私ここは、あら、私もうこんなになくなっちゃった。じゃあ千成廟だね。ちょっと待ってね、もう一度チェックしておきましょう。本能寺の変についてですね。毛利家は存在しないといけないと思うんですよ。毛利家と織田家が敵対関係。毛利家に攻撃可能な城がある。浮田家が存在しない。黒田官兵衛さんが秀吉の配下にいるとね。なので今大丈夫だね。もう長曽我部さんはいなくても大丈夫という感じなんで、まあね。あ、雨降ってたら、もう雨降ってたらみんな待機しましょう。はい、あれ、こっちの人は、あ、やっとか、あ、そう、打てないんだ、待機だね。おお、飛び狙ってきたそりゃそうだな、その方が絶対いいもんね。もうこっちも私逆だったら間違いなくそうするわ。
また天候は完全に向こうに味方してる気がしますね。ほらそりゃそうするわね。おお、すごい。もうあれだ、あ、もう待機しておこう。あ、そうか、モグラ攻めができるのか、ヒリオスさんだったら。あー、そっかそっか。当家の篠原長房様が、あ、なんだと長房か、どんな方だったかな。川野道直様、なんだったと、とか。あ、ヒリオスさんとか結構落とされてるね。よし、じゃあモグラ行きましょうか。はい、モグラ攻めね。はい、あ、落ちちゃったね、本丸ね。おお、ノブリン行くね。ノブリンのとこに、あ、でもだいぶ減っちゃったね、兵士。さあ、じゃあここで縄文爆破使っちゃいましょうか。で、で、早号、早号をこっちの人だね。で、100発110だね。お、強いわ。おお、強い強いライレンさん、ちょっと強すぎだね。じゃあちょっと、はい、こっちに四角を放って。おお、25時にやらなせんのかと、しくじったかと、ね。で、砲撃しましょう。よいしょ。ここね、意外に減らない。うわー、ちょっぴり減るだけだね。おお、あ、でももう次のライレンさんで、あの第3ゾナへ、潰れちゃうね。はい、あ、ヒリオさんはセンナリ病だね。で、早いね。はい。で、もう100発110だね。これ落ちたね。あ、落ちるわ。あ、落ちない、まだ。あ、落ちた。ああ。ねえ。で、闇討ちしとこっか。お、いったね。で、特に何もないもんね。あ、早い使えるか。あ、早子はい、減ってんのかなっていう感じですね。あ、ノブリンがそろそろやばいんじゃない。いや、もうね、敵にあの刺激かけるのやってますけど、全然歯が立ってないような感じですね。さあ、はい、もうあと2回使ったら、ああ、でも落ちないかな、まだ、あの縄文爆破ね。で、まあ、雨降ってる時もいいね、待機。お、すごい、うちのもう、あのライレンさんとヤマケンさんはもうマックスになってますよ、士気が。ほんでこっちも待機だね。トカクさんって呼んだらいいのかなネギさんちょっとフラフラだね。晴れちゃったね。縄文爆破行っちゃいましょう。おお、頑張るね、敵さんも頑張ってます。早号、誰に使おうかな、こっちかな。いやー、強烈なのはこの100発100ってすごいね。5回打つんでめちゃくちゃ減らせるもんね。もうやめ打ちできないか。なら強襲しとこっか。はい、おいっと、はい、また雨だね。もう、もう長坂部さんの方すごく
あれしてますね。味方してくれてますね。いや私もね、ノブに早く負けてほしいんですけどね、ここ。晴れちゃったね。はい、ジョムマカ行っときましょう。で、早碁を、はい。で、これだね。すごい。闇討ちいいか。闇討ちもう一回してみる？お、無理だったね。無理だったね。はい。どうしようかな。あ、ちょっとセナリオだね。結構粘るね、ここも。はい。あ、もうこれ落ちたね、この人。あ、やっぱ着地使えないわ。あららららら。となったら待機しましょうか。で、強襲かな。本当ネギさん大失敗だったね、今回ね。ネギさんは本当に失敗だった。甲状腺に連れてくるような人じゃないわ。てか野戦でもダメだね。だって武士じゃないもん。ね、あ、しまった。私こっち打ったったんだね。どうしようかな。ちょっとね、軍議しちゃいましょう。ヤマケンさん委任、やめとこっか。はい、待機しておきましょう。雨なんでね。とりあえず委任、もう全素の委任しましょう。めんどくさくなっちゃった。はい、我が軍の指揮は旺盛にございます。軍議終了。もう簡易にしましょう。これどうなるだろうね。いや、私負けたいのね、どちらかというと。ああ、陥落しちゃった。まさか我が軍が破れるとはと。まあ、私はトップかな。そうだね。ああ、でもライレンさんと山木さん頑張ってくれたわ。相変わらずだけど、この山形っていうものは、山形って読めるのこれ。読めるのがね、多分変換出てくるんでしょうけどね。出てくるんでしょうけど。いや、山県さんの方が言いやすいけどね、私はね。はい。あ、でも11持ってたね、根岸さんが、くんこね。いやー、はい。あー、もう、どんどん取っちゃってる。はい、大義でやったと。お、織田家の河野牛福丸が名を道忠道直道忠かな、改めたようですと。お、いたね。お、殿ではございませんか。あなたお茶じゃないとダメだちょ。もあ、お茶だこの人。完璧お茶だったね。だってもう下にいないもん。マックスいっちゃったいうことだからね。で、この人ね、この人もお茶かな。あ、その前に私、あ、いや、いいか。いや、出ません。お茶にしましょうか。お茶で言ったら、もう、あ、間違えちゃった。お茶だったんじゃない、やっぱり。ほら、お茶だわ。はい、じゃあ帰りましょう。はい、締め折れたらたたたたと。おお、すごい。高虎さん、増築3だって。えげつな。はあ、すごいね。妻と話しましょうね。お前様ご存知ですか。ガモー貞秀様は芸術品お好みと。じゃあね、休養しましょうか。一晩だけで薬飲んで決めちゃいましょう。はいはい。で、あ、
時間になっちゃいましたね。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。